こんにちは。こんにちは。ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ちわったわたしてきた韓国人のジュジュと、日本生まれ韓国在住経験あり、早くプライベートや仕事でたまに行ったり来たりしたいなと思う日本人のヨッシーが、韓国の今がわかるハーフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、日韓ジャンポンでおしゃべりするポッドキャストです。はい、그리고한국에서는요시와주주의시사일본어라는이름으로보내드립니다。気がついてみれば連休ももう終わっちゃいそうな感じですけども、はい、ジュジュさんはいかがお過ごしですか？ネットフリックスでカンドラ見てます。カンドラ何見ました？サランへ不死着、愛の不時着、愛の不時着、今話題の、おお、今話題の、あの、なんかこのゴールデンウィーク結構あれを見てる人が多いみたいですね。ね、そうなんですよ。僕もなんかようやく昨日になって映像もの見始めまして、愛の不時着もようやく一回見ましたけど。面白くないですか？凄まじいね、なんか。またなんか非武装地帯を行ったり来たりしてる状態だけど、ソン・イェジンが。はい、ここからさらにすごいですよ、なんかありえんこんな展開っていう感じのなんかソン・イェジンの設定が何から何までありえなくておお、北朝鮮兵士の描き方とか、あと住民の描き方もかなりなんかステレオタイプな感じがしたんですが、私おお、うん、いやでもなんかそのステレオタイプからだんだんこんなの北朝鮮であるんかいっていう突っ込むところ満載で超面白いですね。なるほど、いや、なんか初回もさ、あのソン・イェジンが地雷原を猛スピードで突っ走るあたりとか、こんなあるかと思いながらちょっとありえんとか思いながらねえ、いや本当に設定からしてそもそもなんかありえなさそうな感じだし、おお、でも彼女はいろいろ抱えててかわいそうなんですよ。あ、そうなんでっか。なるほど。第2回以降楽しみに、やってみようかな。ぜひぜひ。いや、特に平壌市内のところとかね、ヨッシーさんに突っ込んでもらいたいな。ああ、ちょっと楽しみですね。まあ、2回行っただけでなんか偉そうなことは言えないけど、でもなんか、どんな風に描かれてるのか懐かしいですね。私はあの、マルモイっていう映画を、もうすぐ日本公開になる予定なので、なんかちょっと延期になりそうだという話もあるんですが、死者の DVD をお借りしたので見ました。なんか辞書作る話でしたっけ？うん。あの、朝鮮語学会辞典っていう、まあ、植民地時代末期の、あの、まあ、民族運動の弾圧の事件なんだけど、朝鮮語の使用がだんだんその植民地朝鮮で、あの、不自由になってくる中で、朝鮮語を残そうとして、その朝鮮語の辞書を作ろうとして弾圧される人たちのお話。はい。うん、なんかそういう映画なんで日程ものかと思って緊張しながら見たんだけど、そんなになんかこう肩が凝らずに見れたというかな、割とすんなり入ってきたんだけどね、自分の中では。とユヘジン、あのタクシー運転手にも出ていたユヘジンが、はい、主人公のおじちゃんを演じてるんですけど、なんかこの人がすごく、あのすごくダメな人なんだけど憎めなくて、それがだんだんと抗えない時代の流れの中で、民族の魂じゃないけど人間の良心みたいなところに守る方向にどんどんとこう道を選ばざるを得なくなっていくみたいな、なんかまあ、あの主人公がすごくいい感じで描かれてるんで、とても日本人が見てもそんなにげんなりはしないと僕は思ったんですけどね。なるほど。うん、まあただやっぱりどうしても日本語の発音は、あの、すんごい努力してるのわかるのよ。もう文法は完璧に合ってるし、あの、発音も超練習したんだろうなっていうのはすごいわかるんだけど、でもやっぱり、あの、どうしても非ネイティブには越えられない壁っていうのが絶対あるからさ、言葉って。やっぱそこがどうしてもネイティブから聞いてると、そこそこ引っかかって、まあ昔よりはだいぶマシになったんだけどね。昔のなんか凄まじいあの日本関係役から比べるとだいぶ進歩したとは思うんだけど、本当はネイティブの俳優使った方がいいよなあいうところはとちょっと思った。そうですよね、でもね、全体的にはね、史実に割と忠実だし、設定はもちろん大きく変えてるんだけど、タクシー運転手も一応なんか史実をもとに大胆にフィクションに置き換えた話なんだけど、はいはい、それと同じ感じの作りではあるんだけど、でもタクシー運転手ほどなんかこう大きく現実を変えたという感じはない、そういうそこまでのなんか違和感はなかったかな、という感じがしました。なるほど、ね、無事に公開できるのかしら。
緊急事態宣言がどうなるかっていうところに寄ってくるんじゃないかと思うけど、さて、はい、というわけで今日は、前々回と前々回に、ゲストで出てくれたヨヒョンジュンさん、ソウルの大学院生のヨヒョンジュンさんが日本生活を終えて韓国に帰って、今コロナ対策で14日間の自宅隔離生活中です。はい、今朴槿恵前大統領の生活体験をやっています。何やねんそれは。もうちょっと詳しく説明してください。私が今いるところはオタパンというところで、ソウルの一般的なあれビラ、あれ建物の上に屋上にある、うん、ちっちゃい部屋ですよね。屋上にある 小屋みたいなトイレとキッチンがついてるの。普通に賃貸にできるの、ちっちゃい部屋で、あれ家賃が月3万5千円ぐらいかな、そういうところです。おほう、僕も昔ソウルのヨンデに留学してた時はビルの5階のオクタルバンに住んでましたわ。その時の家賃はどれぐらいだったですか？38万ウォンとかだった。え、38万、え、今より高いじゃん。今より高いのかよ。じゃあまあ、部屋は。シェチョンだからじゃない？どのくらいの広さなんですか？え、ここ、爆裂大統領と本当に一緒なので、あれ、部屋が2坪かな、2.5 坪かな。トイレを含めて3坪くらいです。なんだか、とっても狭いところに住んでる。朴槿恵大統領の獄中生活と一緒ってことですね。はい、朴槿恵さんがいるところと同じ広さで、うん、ドアの前が屋上で、部屋から出ることは一切ないんですが、朴槿恵大統領も一日一回くらい部屋から出て、うん、散歩するとか、そういうニュースを見て、あ、うん、で彼女の生活とほぼ一緒ですよね。あとでちょっとニュースを一本読んだ後にどんな生活をしてるのか詳しく聞かせていただきますんで。果たして今日本から韓国に入国するとどういう扱いを受けるのかみたいなところ、多分これ聞いてる方も結構関心あるんじゃないかなとちょっと思いますんで。ではコロナ関連のニュースから入りますか。この5月の4日からちょうどなんか日本は緊急事態宣言が延長されましたけど、あの韓国は一段階コロナ対策が緩和されたんですよね。あ、5月6日か、はい、5月6日だから今日ちょうど録音してる今日からですね。はい、そうです。今日なんかあれ、区役所のメッセージが来て、うん、まあ今日から貿易政策が転換します。カーナーではないだけど、まあ、うん、長期化しております。面白いことは、これ私が住んでいる区もそのそばの区も隣の市も全部市からもメッセージが来たので、モバイルメッセージサービスもそんなに正確なことではないかな。そういうのが来るんだ。住んだことないところからも、うん、携帯のメッセージが来ました。内容はほぼ一緒で、ちゃんとドンピシャで来るんですね。なるほど。信号で、GPS 信号とかでいるメッセージを送信するそうではないかな、うん、日本はそれが来るのが大きな地震の時、昨日も夜中にそれで叩き起こされましたけども。昨日も千葉県から地震があったんですよね。そう、これからは生活の中で距離を置くことだ。政府が5月6日から閉鎖していた施設を段階的に運営再開すると明らかにした。これに先立ち29日間施行した公共度社会的距離を置くことに続き、5月5日まで緩和的社会距離を置くことを進め、これから生活の中で距離を置くことに転換するのだ。이제는생활속거리두기다。정부가6일부터문닫았던시설을단계적으로운영재개한다고밝혔다。앞서29일간시행한고강도사회적거리두기에이어5월5일까지완화적사회적거리두기를진행했고이제생활속거리두기로전환하는것이다。5月3日午後、チョン・セギュン首相は中央災難安全対策本部会議を主催した。この会議でチョン首相は、安定的な状況が維持されれば、危機段階を調整する方法も議論するだろうと述べた。また、密集施設に対する行政命令を勧告に置き換え、集会も原則的には認めると付け加えた。5월3日午後、チョン・セギュン国務총리는중앙재난안전대책본部회의를주재했다。이회에서정총리는위와같이밝히며、안정적상황유지되면위기단계조정방안도논의할것이라고밝혔다。또한밀집시설에대한행정명령을권고로대체하고모임도원칙적으로는허용한다고덧붙였다。また子どもたちの登校授業も順次推進する。具体的な登校時期は5月4日、教育部長官が発表する。
또한 아이들의 등교 수업도 순차적으로 추진한다. 구체적인 등교 시기는 5월 4일 교육부 장관이 발표한다. チョンセギュン首相は、これ以上社会的費用と経済的被害を甘受できないため、ある程度貿易上の危険を甘受しながら、経済、社会活動を再開する折衷案と説明した。また、このような変化が危険がなくなったり、安心して日常生活を送っても良いという信号と間違って受け止めてはならないと言い、私たち全員の生活の中で距離を置くことは、引き続き徹底的に守られなければならないと述べた。정세균총리는더이상사회적비용과경제적피해를감수할수없기때문에어느정도방역상의위험을감수하면서경제사회활동을재개하는절충안이라고설명했다.또한이러한변화가위험이없어졌다거나안심하고일상생활을해도된다는신호로잘못받아들여져는절대로안된다면서우리모두의생활속에서거리두기는계속철저하게지켜져야한다고말했다.はい。ということで、これが5月3日のニュースだったんですけど、その翌日に学校が段階的に再開するというニュースが、発表されまして、5月19日から全国の学校を段階的に再開していくっていう、まあ、ゴールデンウィーク、韓国も今、ゴールデンウィークなわけなんですけど、そこから2週間、ゴールデンウィークでかなりこの人の往来がたくさんあったので、その結果を2週間待ってから、5月19日から一旦段階的に再開しようということになったみたいですけど、なんかソウルとか京畿道とか都市部の学校は、その生徒同士間隔を空けるために、午前午後2部制とか確実登校みたいな対策も考えているみたいですね。あと、自治体によって対応が結構変わってくるんですけど、プサン市とかは、市立博物館とか、美術館、図書館みたいな公共施設は段階的に再開していく方針だというようなことを発表しましたし、個人的に、随分緩和したのかなと思ったのは、韓国は昨日からプロ野球が無観客ですけど、再開してるんですよね。再開というか開幕してるんですよね。アメリカの ESPN でも生中継したっていうんで、なんかそれが結構韓国でニュースになったみたいですけど。まあ、今ちょっとどんな雰囲気なのかも含めて、ヒョンジュン君に聞きたいんですけど、あ、そうそう、それで、確か4月の30日に日本を離れて韓国に帰国したんですよね。4月30日に東京からソウルまでは成田空港であれ、2便しかないで、1つは大韓航空と、もう1つはチェジュ航空で、まあ、仕方なくカルで帰りました。まあ、成田航空もインチョン航空もまあ田舎の航空とほぼ一緒で、ああ、全然人がいない。人もいないし、まあ、やってる店もあれ、マックしかやってないし、へえ。マックとあれコンビニしかやってないし、はそういえばあれ、免税店の一つやってました。あ。へえ、やってるんだ。やってるで、お客さんが僕一人しかいないで、お。百貨店のあれ、メーカー売ってる店みたいに、あれ、スタッフが1対1、一対一。成田空港全体で飛行機は5便しかなかったかな。ああ、そうなのか。なんか佐賀空港とかそういうレベルだな。おお、佐賀空港。ですよね。佐賀空港とか、あれ、宮崎空港と本当に一緒で。で、そのインチョンについて、いろいろ検査をさせられるんですよね。最初、どこに連れてかれたんですか？到着する前にあれ、ペーパーをあれ、自分の健康状態を取る、健康状態を報告する、まあ、そういうペーパーを配布するので、そのペーパーに、まあ、何も問題もない、健康、何もないと言ったら、そのまま通過して家に帰るそうですが、私はなんか4月第3週に、喉がちょっと痛かったで、まあ、喉が痛かったですと、あれチェックして、すぐ本にされて、まずはあれ、まるで映画で見たことあるの、テレビ見たら結構出るでしょ、欧米のお医者さんとかが、あれ、防護服ですか？この姿のお医者さんと、まあ、お話しして、まあ、問題ありますか？もう、日本のどこで行ったんですか？まあ、日本で今一番危ない国なので、まあ、あなたたちはみんな、まあ、コロナ検査しなければならないですとか、日本とか3分ぐらいの、ちょっと話して、分にされた人は、一人の例外もなく、全部コロナ検査所に行って、コロナ検査を受ける前に、まあ、いろいろ
書類にサインしたんですよね、まあうん、コロナ検査を受けます、まあ、名前は全部覚えていないんですが、予知の書類に全部サインして、うん、テントではないけど、1メートルぐらいに全部離れているはあ、ところで、火山膜で分離されている。あれですか、なんか、電話ボックスみたいなやつじゃなくて。あ、結構似ています。あ、あれですね。じゃないけど。一覧の席みたいな感じ。ラーメンの一覧の席みたいな感じかな。ちょっと似ています。例えが。なの席、はい、席かブースか。座ってるし、順番によって全部検査を受けて、はあまあ、結構痛かったです。痛かった あ、検体を取られたのね。鼻の不快のこととなった、うん、あれ、口。今は別に痛いなかったけれど、鼻がちょっと痛かった。なるほど。その検査所ってのはどこにあるんですか？全部空港内に、ここないで。あ、空港の中にあるんだ。ここは空港のあれ、飛行機が、あれ、ボーディングブリッジでしょ？はい、ああ。ボーディングブリッジ下の、あれ、空港のスタッフたちが飛行機に行くところ、なんか、普段飛行機が駐車ではないけど、駐機しているところに。駐機しているところで、はい、まあ、臨時のブースが設置しているし、設置したので、そこで検査を受けて待機しました。まあ、全部、スタッフさんが、防護服とかヘルメットとかついてるって、うん、まるであれ、SF 映画を体験する感じ。面白いポイントは、ここ韓国だから、うん、こんな危ないし、お金もならない仕事をやってる人々は軍人しかないんでしょ。うん。ああ、そっか、軍から大量に動員されてるって言いますもんね。うん、医療の方々は、まあ、専門家ですが、医療じゃなく受け取りとか書類を説明する人とか、それは全部あれ階級のマークは、まあ、確認できなかったけど、全部あれ私服姿で、うん、でも、下士官かな。ああ。下士官ですよ、ねまあ。徴兵中の人がそこ、そういうところに行かされるわけではないのね。そうしたら、まあ、マスコミで言います。大騒ぎになりそうです。まあね。飛行機って何人ぐらい乗ってたんですか？飛行機、半分も乗ってなかったそうです。うん、3本じゃなく、多分4割ぐらい。隣に人はいたの？隣に人はいなかったけど、まあ、席を取るときに隣に人がいるように予約するのができるで、私の前に座ってる人々はあれ、多分あれ、家族かな？2人か3人か一緒に座っていました。うん定時航空の場合は、隣に人が座ってることはもうダメと、まあ、そういう話聞いたけど、大韓航空は、まあ、それはなかったです。うん、へぇ。こんな時期だけど、行ったり来たりというか、ね、はい、乗る人はいるんですね。でも全部、私みたいに帰るしかないとか。うん。飛行機全体に日本人は2、3人ぐらいしかなかったそうです。うん。隔離された同士の一人も日本人の50歳ぐらいの人かな。うんうんうん。その検査の結果って、いつぐらい分かるんですか？ 6 時間。ああ、早いんだ。6時間の後に分かるので、夜に行ったりしたので、まあ仕方なく、ここ周りの、ホテル、うん、パラダイスカジノがあるでしょう。パラダイスカジノ前の小さいホテルで、1日泊まりました。うん、へえ、あ、その結果を確認するために、ホテルに一泊して。検査を受けたい人は全部、合わせて20人ぐらいで、うん、みんな、なんだろうな、あれ、やっぱり映画に出るようなバスを乗って、まあ、消防とかっていう、うん、まあ、運転手さんも全部、うん、あれ、防空服姿が運転するの、まあ、その、うん、あれ、ちっちゃいホテルに泊まったけど、あのホテルは、政府に借り出ししたのかな。あ、まあ、借り上げてるのね。うん、ホテル全体が、まあ、コロナ感染者あるいは、感染が疑われる人で、エレベーターは3つあるけど、第1と第2のエレベーターは、まあ、感染が疑われる人が乗るエレベーターだけど、第3のエレベーターはコロナ感染者しか乗ることができない。まあ、そう書いていました。へー。じゃあそこはタダで泊まれたの？あ、はい。あ、ほう。じゃあその、泊まって翌朝結果を確認したわけね。翌朝結果を確認して、うん、ホテルとあれ、空港を結ぶあれ、消防のバスは、何時間に1便しかなさそうで、うん、バスが来る時まで待って、11時くらいに空港に戻ったけど、うん、
その後からは自分の県によって、自分が住んでいる県によって、うん、まあ、帰る家に帰宅する道が別々で、うんうんうん、他の県はよくわからないですが、まあ、いろいろ、県とか、まあ、地位のあれ、旗、うんうん、旗とかブースがたくさんいるので、私はソウルだから、ソウル市のブースに行きました。うん、ソウル市は、コロナ検査を受けたいとは別ですが、コロナ検査を受けてないし、まあ、症状がないで、そのまま空港の検疫を通過したい人は、自分の空の保健所に行って、まあ、コロナ検査を受ける政策をしています。うん、あ、まあ、空港で検査を受けたわけだよね、それで。はい、まあ、陰性だった。はい、陰性だったから今、無事に。なるほど。そうよね。やっています。あの、空港から、あれ、ソウル市内まで戻るバスは、まあ、何時間ぶり一便しかないし、うん、まあ、私は11時頃だったから、まあ、バスがいないで、本当はバス乗りたかったけど、バスは1万5千ウォンぐらいだから、スタッフたちは、まあ、タクシーを乗るのが、まあ、当たり前のそういう感じで、まあ、空気がそうでした。ああ、そのバスは来てるけど、もう、タクシーに乗るのが当たり前でしょという顔をし、そういう感じで、その間に全部タクシーのドライバーさんが待っているし、ああ。それをお断りしますということが全くできないそうで、へえ、まあ。そのところも全部あれ、バスを待っているそういう感じではないで、全部早く家に帰ってそういう感じなので、まあ仕方なく、タクシーを乗って 9万ウォンでした、ちょっとだけ。高い。聞いた話によると、あの、はい、スマホにアプリを入れなきゃいけないんだっけ？はい。あの、空港で検査を受けたときに、JN になれ、アプリを2つ設置しなければならないですよね。うん。行政安全省ですか？自宅隔離者専用アプリと、またあれ、うん、厚生労働省のアプリあるけど、うん、まあ、重要なものは、行政安全省のアプリで、まあ、毎日朝10時と午後5時に、あの、自分の体温と、またあれ、咳があるか、喉が痛いか、呼吸が困難なのか、5つのことをチェックしなければならないです。チェックしないと、区役所の方から、まあ、電話が来て。へー、あ、本当に電話かかってくるのね。なるほど。はい、まあ、けど、まあ、1時かなとまで、うん、チェックしないと、まあ、電話とかかかうとか。ああ、なるほど。今日は、そうすると、隔離生活何日目？1日目あるいは6日目ですよね。5日目、6日目。あの、外出とかは？原則禁止でしょ、私は。原則禁止。外出したことないで。食べ物とかは？まるでバックレダイトルって一緒で、一緒で、毎日、あ、朝と夜にママが。あ、そっか、あの、ドアの前に。あ、そっかそっか。あの、家族が同じマンションに住んでるのね。1階下の5階に住んでるので、私はここは6階ではないし、屋上だから、ママがさらに韓国の食事みたいに。あの、あ、ムナペノキ。ご飯と、まあ、なんか肉とか、まあ、カレーとかは、まあ、結構簡単に料理できるのはあれ、食器も多分あれ、一般の食器じゃなく、あれ、プラスチックの一体を、一体使う食器。使い捨て用の食器を置いて、あ、で、あれか、あの、もしかしてレトルトのカレーとか。そこまでひどいではなかったけど。そこまでひどくはないけれど。まあ、簡単に料理できるものとか、まあ、チキンとかハムバーガーとか、マック。うん、ああ。ご飯とあれ、魚2個とか3個。まあ、それで十分ですよね。は、う、あ、ん。そもそも韓国料理はあんまり興味ないで。うん、まあ、肉とか魚があればそれで十分。うん、あの、外出はすると怒られるの、それ。原則的に一切できないで、はあ、本当に外出しなければならないと、まずはあれ、自分の担当する区役所の公務員さんに、まあ、許可を得た後に、まあ、できるとは、まあ、書いていますが、やったことないで。ああ、そうか。じゃあ本当に緊急の時とかだけなのかな。コロナの症状があるので、うん、まあ、熱があるとか咳があるので、その時は、まあ、病院に行くため外出できるではないかな。ああ、じゃあ散歩したいとか、ジョギングしたいとかそういうのは一切ダメ。それは、まあ、まるで無理ではないでしょうか。無理。無断で外出するとやっぱり GPS で確認されて電話が来たりするんかな。私はまあ、あれ、国の方針に従っている国民か市民かわかんないけど。うん、市民。本当に外出したいとあれば、携帯を家に放置して、まあ、そのまま
外出したら、まあ、問題ないではないかな。ああ、なるほど。まあ、そうやってる人も多分中にはいるんだろうね、きっと。きっといると思います。ただし、アパートの団地とかそういうところでは、周りの目がいるので。うん、あ、そっか。あ、そっかそっか。韓国はそうだね。みんなアパートでものすごいたくさん集合住宅に住んでるもんね。多分1週間とか2週間前も、なんかアメリカから帰国した人が、なんか散歩をしたけど、隣のお宅のおばあさんが見てすぐ警察に出まして、まあ、捕まれた。イエー正直言えば、まあ、これは適切な考えかわかんないけど、外出しても、携帯を持てないと、市役所とかが分かる方が全然ないで。チャギキョンニウィバンって外出して時々ニュースで見るものね。韓国のニュースで。たまに出ますよね。うん、あ60歳のおじいちゃんはまあ、うん、戦闘も行ったし、まあ、人事番も行ったし、そうなので結局まあ、あれ緊急対応された。うん、緊急逮捕。この前は罰金300万ウォンだったけど、今はあれ、懲役になったかな。あそこが結構強くなりました。市民なので、まあ、家から出ることは一切ないんです。いやー、なんだか、想像でする監禁生活なんだね。そうっすね。こんな厳しいとは思わなかった、正直。大変そうだな、窮屈そうだなって思うんだけど。そもそもソウルではインドアタイプで。うん、まあ。なんか、今日が5日目だけど、まあ、苦しいとか、まあ、なんか外出したい、そういう思いは、まあ、意外にないんです。ない。意外にない。ただし、うん、まあ、やっぱりストレスはあるそうで、食べ過ぎになりました。食べ過ぎ、ああ。はい。あ、どうしてもね、出歩かないから。ずっと、あの、お菓子とか、チョコとか、まあ、ずっと食べています。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、その、普段は何をしてるの？まあ、大変楽しいと思います。前からずっと読みたかった本をたくさん読んでいるし、前からずっと見たかったのドラマを見ているし、まあ、なんかちょっと溜まっているの、うん、なんか課題とか、作る必要があったレポートとか、まあ、いろいろ、なんか掃除する気分で、溜まっている仕事を全部やっています。前からずっと昼顔が見たかったで、昨日は昼顔を、なんか何年前のドラマ、それは頑張って見ています。大変だということが分かりました、彼が。ああ、そうね。あと、一週間か。一週間、10日ぐらいですね。15日まで、ねうん、15日までです。じゃあ、16日から出ることができるかな。なるほど。今結構韓国ってみんな普通に外食して、なんか夜遊びに行ったりしてるみたいね。そうですよね。私のママも2月からちょっと家で引きこもり生活したけど、なんか先月の半ばからは、まあ、あのマートも行ってるし、イマートも行ってるし、散歩してるし、うん、銀行も行ってるし、まあ普通に生活しているで、またちょっと中華すると、高校で検査を受けた時、宿泊はタダなので、まあ、検査もタダ、うん。まあ、それはまあ、まあ、いいことと、まあ、大韓民国意外にすごいねと思って、うん、思ったんです。ただ、まあ、文句かもしれないけど、ご飯が本当につまらなかったで、検査を受けたとき、そのバーのは、ロテリアのバーガー、あのバーガーと、あれ、缶のコーラ1本で、翌日朝もうなんかサンドイッチ1本で、飯が本当につまらないで、まあ、それは当たり前と思ってます。人数も多いし、まあ、うん、ご飯らしいご飯を提供するのは、彼らにとって、まあ、大変難しいでしょう。うん。ああ、そっか。それはだから、その宿泊者にご飯として提供するものが、ロッテリアだったっていう。はい、そうです。ああ。ロッテリアだったで、なんかお腹が大変すいてるし、で、電話して、まあ、なんか食べ物ありますかと聞いたら、食べ物とかございません。ああ、なんか、ウォンさんのホテルに泊まった時のことを思い出した。あ、本当に北朝鮮のあれ、バカみたいかな。昔あれ、これ航空のあれ、うん、つまらないバーガー、ハムバーガーみたいかな。うん。あれはでもまあ、あのハンバーガーは言うほどまずくないよ。え、そうなんですか？うん。コンビニで売ってるハンバーガーみたいなもんだから食べたことあるけど、あのそんなにひどくない、はい、あれは、写真見たらダイヤマジどうですか。いや、それ確かにあのバーガーキングとかあのビッグマックとかに比べたら見劣りはするけど、なんかそんなに期待して食べなきゃそんなにまずくないそんなもんです、うん、または家に帰った後、あれ4月30日だから5月1日に区役所から電話が来て、家に到着した
ったのか、まあ、あれ分離されたところか、それを確認したと、翌日に彼らがなんかあれ買うもの、ゴミは2週間後に出ることになって、ゴミ袋とかあれ体温計と、またあれ20なんか大きなペットボトルの26本とマスクとかいろいろ物資を提供しました。まあ、ただだから、まあ、まあ、ありがたいですよね。あ、なんかそういうのはやっぱり貿易っていうのは結構徹底してるんだな。じゃあ、なるほど。ただし、隔離の人間が、あれ、部屋にいるかどうか実際自分、目で確認しなければならないそうですが、うん、まあ、彼らはこういう道が、まあ、大変重いし、うん、ここはあれ、屋上だから、まあ、途中で諦めて、僕のママに、あれ、うん、物を伝えて変えたそうですよね。なるほどね。わかりました。ちょっとまた現地の様子を教えてくれればなと思います。次のニュースもまたヒョンジュン君の好きな、セットミンの話ですね。前もお伝えした脱北者と初めて選挙区で当選したあの、テヨンホ元駐英北朝鮮公使とかですね、非常になんだか話題に事欠かないというか、金正恩委員長しばらく行方をくらましていたんだけども突然現れたんですが、これをめぐって脱北国会議員の人たちの言動が非常に今非難されています。北朝鮮の金正恩国務委員長がメディアに突然姿を現し、別の人々が注目を集めている。金総書記の重症説と死亡説に力を入れてきた未来統合党のテヨンホ氏と統合党のチソンホ氏だ。金正恩북한국무위원장이언론에깜짝모습을드러내면서또다른사람들이주목받고있다김위원장의위중설과사망설에힘을실어온태영호미래통합당당선인과지성호통합당당선입니다イギリス駐在の北朝鮮公使出身で2016年に脱北したテ氏は4月28日アメリカ CNN とのインタビューで、一つ明らかなことはキム委員長が一人で立ち上がったりまともに歩けない状態だとして、キム委員長は深刻な状態だと伝えた。영국주재북한공사출신으로지난2016년탈북한태당성인은지난4월28일미국 CNN 과인터뷰에서한가지분명한것은김위원장이스스로일어서거나제대로걷지못하는상태라며김위원장이위중한상태라고전했다태씨は5月2日声明文を発表し、北朝鮮最高指導者の体調に関する情報は最高機密事項という事実が今回改めて確認されたとして、結果的に私のこの分析はやや外れたものと見られると、自分の分析が間違ったことを認めた。태당성인은2일입장문을내고북한최고지도자의신상에관한정보는최고기밀사항이라는사실이이번에다시한번확인되었다며결과적으로저의이분석은다소빗나간것으로보인다며자신의분석이틀렸음을인정했다また北朝鮮当局が長期間沈黙していること自体が異例という事実、海外で北朝鮮の最高指導者に対する憶測記事が提起される場合に備え、北朝鮮の海外高官に伝達されている対応マニュアルに照らしても今回の北朝鮮の反応は特異だという事実などを指摘してきたとして、自身の分析に根拠があったことを強調した。그는또북한당국이장기간침묵하고있는자체가이례적이라는사실、해외에서북한최고지도자에대한추측성기사가제기될경우에대비해북한해외공관에내려져있는대응매뉴얼에비추어보아서도이번북한반응은특이한다는사실등을지적해왔다며자신의분석에근거가있었음을강조했다そして태씨は北朝鮮が公開した写真の中に김委員長と共に登場した車両に触れ、短い距離も歩くことができず、現地指導のたびに車両を同行させた金正日総書記のケースに照らして、金正恩委員長も同じ状況かもしれないという疑問を抱くと付け加えた。그러면서태당성인은북한이공개한사진속에김위원장과함께등장한차량을언급하면서짧은거리도걷기힘들어현지지도때마다차량을대동했던김정일전국방위원장의경우에비춰봤을때김정은위원장역시비슷한상황일지모른다는의문이든다고덧붙였다北
北朝鮮のコッチェビ出身のチソンホ氏は、テ当選者よりもさらに厳しい主張をしている。チ氏は5月1日、朝鮮日報とインタビューし、北朝鮮の内部消息筋を通じて確認した結果、金正恩が先週末死亡したと聞いていると述べ、99% 確信すると述べた。북한コッチェビ出身인チソンホ당선인은、テ당선인보다더욱수위높은주장을내놓은바있다。チ당선인은5월1일、조선일보와인터뷰를하며북한내부소식통을통해확인한결과김정은이지난주말사망한것으로알고있다며 99% 확신한다고말했다。しかしその翌日、朝鮮中央放送が金正恩国務委員長が5月1日にスンチョン肥料工場の観光式に参席した事実を伝え、チ氏の主張はフェイクニュースと判明した。チ氏は数日間ゆっくりと自分自身を振り返ったと言い、私の職責の重さを深く感じた。これからは公人として慎重に対処すると述べた。하지만바로다음날조선중앙방송이김정은북한국무위원장이5월1일순천인비료공장준공식에참석한사실을전하면서지당성인의주장을가짜뉴스로판명났다。지당성인은지난며칠간곰곰이제자신을돌이켜봤다며제자리의무게를깊이느꼈다。앞으로공인으로서신중하게처신하겠다고밝혔다。あの、コッチェビっていうのは、不老児というかな、地方で貧しい物乞いをしている子供のことを言います。まあ、これは脱北者用語ですけど、あんまりいい言葉じゃないけど、日本語で言うと。うん。でもまあ、ね、なんかすごい批判されてますね、この二人今。ものすごく叩きされるんです。ちゅうか、僕も脱北者は昔だいぶ、何十人とヒアリングをしたので、あれですけど、脱北者の言うことって、どこまで本当かわからない部分はかなりあるからね。私もなんかその、元工作員で何度も韓国に密入国したんだと主張する。あれ、もしキム・ドンチクさんではないですか？いや、もう名前忘れちゃった。なんかね、いろんな人がいたのよ。とか。北朝鮮の核のミサイルの配置場所を私は全部知っていると主張する人とかね、なんかね、怪しい人もいっぱいいるのよ、本当この世界は。なんかそういう人にとりあえずはぁはぁと一応話は聞くんだけど、こういう人たちも正直わからないのよね。絶対に北朝鮮の最高指導者クラスの健康状態に関する情報なんて超トップシークレットだから、多分本当に誰もわからないと思うんだけど。そうですよね。ちょっと根本的な問題を指摘すると、僕じゃ本当に彼らのお話が信憑性があるかどうかはよく疑問を持ってないとならないので、ある人は彼らはまあほとんど嘘つきとかいう人もあるで、私もほぼ同じ意見です。簡単に説明すると、北朝鮮のはまあまるで謎の国家、秘密の国家だから、まあ脱北者の言葉はまあ研究のためとか取材のため大変重要ですよね。ただし、まあ、わかりやすく説明すると、例えば、まあ、日本があれ、謎の国になった。それで、まあ、日本から脱出したのを、まあ、東京都内のなんかガストとかでバイトしているフリーターさんが、日本の脱出して、まあ、韓国に逃げて、まあ、仮に脱日者と言ったら、もともと日本ではフリーターだったけど、まあ、何でも知っている。まあ、安倍総理が何しているのか、あるいは自民党の事情とか、霞が関で今何が起こっているの。ただのフリーターだった人が何でも知っていますと言ったら、これはまるで嘘でしょ。まあ、本当にね、金目当てに適当なこと言う人もいっぱいいるからね。謎の国になった日本で、まあ、東大出身の若者が、謎の国日本が大嫌いで逃げます。そしてアメリカに行って、アメリカ連邦議会とかどこかで、私は日本に関する何でも知っている。安倍総理が何者か、安倍総理の秘密とか、彼のいいの状態とか、健康状態も全部知っています。と言っても、まるで嘘でしょ。今、韓国で大人気の某 H 教授みたいな人かな。なんかちょっと思わず顔が思い浮かんじゃったけど。私の家から結構近いところで、今韓国で教育を行っている方ですね。今韓国で大人気の方ですね。まあ個人的には、安倍首相のことなら何でも知っている。多分彼はあれ、日本のあれ公安とかより日本に関する詳しい人
ですよね。ええ。わんとか、あるいは、首相官邸の今井秘書官により、日本の事情を全部知っている。うん、日本と思っています。日本の裏事情には全部精通してて、全部解説してくれてますからね、今。韓国のメディアで。まあ、それは脱線したけど、ペヨンホーさんとかは割とその中できちんと自分が分かることと、はい、自分が知らないことをきちんとこう区別して、ここまでは私が分かることで、でもここから先は私でも分からないみたいなことをちゃんと、喋る、割とそういう意味では数少ない誠実な脱北者だと思ってたんだけど。そうです、そうです。でも今回はまあ、最初に聞いた時も、あら、それはちょっと話が違うではないかな。うん、彼の、あれ、金平一はいはい。うん、金正日の弟の重要だ。彼の今回の分析を聞いた時、あら、ちょっと違うではないかな。分析より自分の考えを示したことではないかな。そう思ったんです。テヨンホさんも日本の北朝鮮専門家の中では、まあ、そんなに評判がいいではないで。まあ、有名な専門家さんは、ほぼ全て、彼も結局、信憑性に疑問が深いという人が多すぎですが、うん、私たちは、多国者のうちでは、まあ、あるかに信憑性高いことを言う。また、まあ、分析力がすごい方と思っております。ただし、今回は、まあ、うん、間違いなく、まあ、ミス。なんか、明らかに口が滑ったというか、CNN が取材に来たんで、ちょっとサービスしすぎちゃったのか。もちろん、金正恩がなんか手術中を行った可能性は結構あるそうです。金正恩の左の手とかはちょっとおかしいとか、歩き方とか、体の左のところが顔から始まって全部なんかちょっとおかしい、左の腕に黒い点があって、そう、点のお話ね。やったではないかな。まあ、あるけど、まあ一応動いているし、歩いているし、パーッと見たとき、まあ別に問題はなさそうで。そういう変な仕掛けをして反応を見てるような気もするんだけどな。だって、フォトショップの加工のプロですからね、彼らは。今回、フォトショップあんまり知ってなかったそうです。あ、そうなんだ。はあ。そのため、これが北朝鮮がメッセージとかサインを送ることか、隠すつもりではないかな。本音を分かることは大変難しいで。そうね。フォトショップの加工があるかないかみたいなことまで確認しないといけないから、本当大変だよね。フォトショップをしない場合も、これもなんかあれ、メッセージがある。あるかもしれないと。読み取らなきゃいけない。もちろんあるかもしれないです。うん。あるでもないし、あるかもしれない。そう。韓国の選挙を予想することとほぼ同じぐらい難しい。なるほど。もっと難しい国です。次はですね、日本のニュースです。小泉進次郎、環境大臣。アメリカでも環境問題をセクシーにという発言が非常に取り上げられて、物議を醸しましたけれども、韓国では何だか変なあだ名がついて、それが一人歩きしている感じがあります。小泉進次郎環境相は気候変動に関する質問に、ファンでクールでセクシーに対処しなければならないと答え、韓国でもよく知られた人物だ。こうした発言のため、ポンクルセッチャというニックネームが付けられたが、今回も新しいニックネームが付けられそうな行動をした。小泉進次郎日本環境長官は、気候変化関連質問へ、펀하고쿨하고섹시하게대처해야한다는답변으로한국에서도잘알려진 인물이다이같은발언때문에펀쿨색자라는별명을얻은그가이번에도새로운별명을얻을만한행동을했다新型コロナウイルスの危険が高い状況で外で働かなければならない清掃作業員のためゴミ袋にメッセージや絵を書こうと提案したのだこれは環境大臣としての提案だ코로나19 위험이높은상황에서밖에서일해야만하는환경미화원을위해쓰레기봉투에메시지나그림을그리자고제안한것이다이는환경부장관으로서한제안이다毎日新聞によると4月28日、小泉大臣は閣議後に記者会見を開き、可愛い絵と、いつもありがとうという文字が書かれたゴミ袋を取り出した。そして小泉大臣は、ゴミを収集する作業員たちへの激励と感謝の気持ちを込めて、ゴミ袋に特別なメッセージや絵を描いてほしいと話し、環境省職員の子供が休校及び外出自粛で家にいる時間を利用して、作業員たちに応援メッセージを送ったとも紹介した。毎日新聞에따르면28日、小泉장관은근무회의후기자회견을열고귀여운그림과항상고마워요라는글씨가쓰인쓰레기봉투를꺼내들었다그러면서고이즈미장관은쓰레기를수거하는
미화원들을향한격려와고마움을담아쓰레기봉투에특별한메시지나그림을그려주면좋겠다라며환경부직원의자녀가휴교및외출자제로집에있는시간을이용해미화원들에게응원메시지를보냈다고도소개했다しかし環境大臣なら国民にゴミ袋に可愛い絵を描こうという提案をするのではなく、清掃作業員のための特別手当を支給したり、人的資源を増やしたりするなど、実質的な代案を提示することが優先だという指摘がある。小泉大臣がこの日述べた言葉のうち、多少なりとも現実的なのは、ゴミの排出を減らしてほしいということぐらいだった。그러나환경부장관이면국민들에게쓰레기봉투에귀여운그림을그리자는제안을할게아니라미화원들을위한특별수당을배정하거나인적자원을늘리는등 실질적인대안을제시하는게우선이라는지적이나온다고이즈미장관은이날한말중그나마현실적인것은쓰레기배출을줄여달라는것정도였다고이즈미大臣は小泉純一郎元首相の次男で次期首相候補に挙げられる人物だ。政界進出当初はポスト安倍、日本政界のプリンスなどのニックネームがあったが、現在はポンクルセクチャーがすべて覆い隠してしまった状態だ。小泉長官は小泉純一郎日本前총리의첫남으로차기총리후보로꼽히는인물이다。정계진출초반에는포스트아베일본정계프린스등의별명이있었으나현재는펑클색이모든걸가려버린상태다펑클색자本当に言うの몰랐다고 처음들었다고 聞いたことはないんですか まあネットでは意外に人気あるかも근데검색해보니까많이되게많이나오더라고이거는 일본에서는많이못보던뉴스인데이거아이거근데일본에서는많이보도되더라고요아진짜요아근데이그림이너무귀여워서 너무귀여워서좀화제가됐고아본인이그렸어요아니본인이그린게아니라누가그렸는지모르겠는데아무래도뭐장관이 소개하는그림으로서는되게어린이같아서가와이귀여운그림으로서 그래서아니일본에서도많이소개가돼가지고근데이거전부가하는일이아니라는이런비판도좀많이받아가지고이기사를쓴사람이그신혼일기의 김현일 기자한테 물어보니까아주변에20대30대는거의다이펀클색자라는말을다알고있다고주장하거든아진짜요아요아이말이뭔가발음이좀좋아서펀클색자아뭔가어감이좋은것같아서 아니일본에서도그섹시하게대처해야한다해가지고그섹시부분은많이들어봤지만펀하고쿨한부분은별로보도가안됐던것같은데그렇지않아요뭐섹시라는말이많이예섹시맞아요뭔가한국사람들이더 즐겨보는것같아서이거게다가이사람이그코이즈미전촌리의그아들이라는게좀의미가있어가지고왜냐면그코이즈미전촌이나하면은한국에서는좀약간미움을사는인물이잖아요그야스쿠니참배도있었고지금다잊어버렸어요 그래도일반인의머릿속에는그 일본수상은나카소네야시로고이시미준이치로아베신조 제가학교다닐때는고이즈미아버지수상이그만두고나서그다음에누구였죠제일자아베아아베그리고후쿠다후쿠다아소맞나맞아맞아몇명있었잖아요근데6명저정치학과출신인데그정치학에서그한국인교수가일본정치얘기를하면서그때는아소총리였던것같은데근데아직도일본총리를고이즈미라고하면서얘기를계속하는거예요그래서아한국사람들한테는진짜아직도고이즈미구나해가지고고이즈미총리의뭐랄까캐릭터아저지감좀있었던거죠뭐라고하면은그렇지만5년간했고게다가그노무현대통령과굉장히사이가나빴고그랬었구나게다가그야스쿠니참배라는것도있었고맞다근데그아들이머리스타일도이상하고요 머리스타일도저기그한국정치인들은지금은좀바뀌었을수있는데당시에는상상할수도없는저기그파마머리에사자머리머리스타일 머리스타일이뭐일본에서도뭐그사람이
그사람이설마천리가될줄은아무도미처몰랐던거지처음에는근데그사람은그아들이이런식이구나그하고좀약간뭔가재미있게보는것같았어요그한국사람들이그렇구나게다가한국사람들이학력을좀중시하는경향이있잖아요아그코이스미신지로장관이칸토학연대학아아니아칸토학부인학원콜롬비아나왔는데이정도인가이런식으로좀얘기를하고있는것같아요근데내가좀설명을줬는데이사람이전형적인아빠짱에서실력으로아마들어가지못했을걸콜롬비아에그래서뭐김현씨가아역시일본에도아빠찬스가있군요아는이런식으로얘기하더라고요그래도한가지이해하지못하겠는건코이즈미준이치로는 KO 출신인데왜저기자기아들을저기좋은학교에집그입학시키지않는지잘모르겠어요그래서어려운건아니잖아요어려운거야그거 KO 가아니고그냥그근데뭐여기가나가와잖아요요코스카칸토학부인이대학교만아니라초등학교때부터계속거기다녔던것같은데아무튼뭔가특허형게시판에이런그펑크색자이특허가많이나오는데여기뭐댓글을보니까아일본차기촌이감이래요이런식으로허허허이런식으로뭔가이펑크색자의자는뭐예요이거완자의자가아니아닐까왕자허경영본자의자 아, 아본자본자본자허경영본자의자응아허허 야이런말도만들고뭔가오히려사랑을받고있는것같아아그런건가요 사랑을받고있는건지아마저런받고있는건지잘모르겠지만난후자라고 생각하는데 그래도아직저기미움을받진않는것같아요 이분은알맹이가있는얘기는하나도없고 미워할필요도없는데 그알맹이가있는말도행동도아무것도없으니까요 근데이사람은이장관이되기전까지는되게잘보는사람들이많았었던것같아요되게열심히잘하고있다근데장관되고나서뭔가어리버리한게뭔가 많이보이게된것같아뭔가이런뭐섹시라는그단어도그렇지만발언자체도그렇고뭐예를들어서포엠같은것도그렇고일본에서좀화제가되어있는그신지로금은신지로신탁스신지로코분아아신지로식의그말투같은거말투같은거뭐문장이긴말이없는이것이지금해야하는일입니다왜냐하면지금해야하니까말입니다이런식으로 아직도화제거리는많이있는것같은모양입니다그래도어제조사에서는어제아니고일주일전조사에서는차기수상지지도가 13% 나받았어요 오아직도기대하는사람들은많이있군그런것같아뭐야단천재보다훨씬많이기대를받고있는것같아일본에 というわけで今日は、自宅隔離中のヨヒョンジュンさんに詳しく語ってもらいました。なかなか結構想像以上に厳しい隔離というか監禁生活に置かれているのはちょっとびっくりしましたけど、いや私はヨヒョンジュン君がちゃんと隔離されていることに対してちょっとびっくりしました。偉いね。忠実なる、まあ、インドアタイプで忠実なる親民だそうで、韓国親民っていう言葉が死者で見た丸萌えにもかなり何度も出てきました。はい、今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこからすべてリンクしてあります、Twitter、Facebook ページ、Instagram、YouTube チャンネルもあります。フォローしてください。また音声アプリラジオトークでは別のトークを配信しています。はい、そして、内容に関するリクエストなんかもお待ちしています。はい。それでは、오늘은이만마치겠습니다。さよなら。さよなら。さよなら。